東京インフォメーションイブニングです。ここからは新型コロナウイルス感染症に関する東京都の取り組みなどをお伝えしていきます。東京都は22日新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップを公表しました。このロードマップは感染症防止と経済社会の両立を図りながら新しい日常が定着した社会を実現するための取り組みや手順を示すものです。外出自粛の緩和、要請を判断する際の指標や段階に応じた休業要請の緩和ステップ、いわゆる第2波に備えた医療・検査体制の整備のほか、手洗いやマスクの着用など暮らしや働き方の新しい日常が具体的に提示されています。詳しくは東京都のホームページをご覧ください。都民全員で力を合わせ、一つずつ着実にステップをクリアしていきましょう。続いては外出自粛で在宅中に演劇の世界を楽しめるウェブページをご紹介します。新国立劇場のホームページでは、長期にわたり自宅で待機を余儀なくされている皆さん、そして舞台芸術を愛する方々に向けて期間限定で公演記録映像を無料配信する巣ごもりシアターを行っています。今週は世界的なオペラ賞インターナショナルオペラアワードにノミネートされているシオン物語が公開されています。さらに新国立劇場のために書き下ろされた戯曲を期間限定でウェブ公開するおうちで戯曲など魅力的なコンテンツが満載です。珠玉の舞台芸術をぜひ自宅でお楽しみください。ここまで東京インフォメーションイブニングでした。この後6時30分から東京都公式動画チャンネル東京動画や東京都の YouTube チャンネルで東京都新型コロナウイルス感染症最新情報をライブ配信いたします。こちらもぜひご覧ください。それでは最後に自宅でできる簡単な体操のご紹介です。ステイホームの運動不足解消に椅子に座ってできる簡単な体操をご紹介します。今回は足の体操を行っていきます。まずは足踏みスクワット。肩幅に足を広げたらつま先立ちになり2歩歩きます。ここでかかとをついて少し立ち上がる。これを3回繰り返していきましょう。せーの、1、2、3 2、2、3 3、2、3。お尻、太ももふくらはぎを鍛えることで転倒予防につながります。立ち上がることが辛い方は無理にこう立ち上がるのではなくて、膝に手を置いて無理なくこの状態で立っていただいても構いません。立つ際ですが、目線真正面向くようにしてください。下を向いてしまうと背中が丸まってしまって腰に負担がかかります。健康を貯金する貯健先生でした。新型コロナウイルスと戦う最前線で日々力を尽くしている医療関係者の皆様に心より感謝いたします。